はい、こんにちは。イラスト小銀刺しの岩橋ゆかです。さて、今日も、刺繍の刺し方やっていきたいと思います。今日は、この前のねバックステッチを使って、ヘキサゴンの形を作っていきたいと思います。いつもと同じくルシアンの、アンバサダーとしての、投稿なので、宣伝みたいになっちゃいますが、今日もよろしくお願いします。さて早速やっていきましょう。バックステッチをうまく使っていくんですけども、まずここから斜めに行きます。こんな感じで斜めに行って、で今度は横に刺していきます。3目ですね。ここから3目、そしてまた斜めに戻ります。そして反対の横にぐーっと刺していきます。こんな感じですね。糸の寄りをちょっと見ながらまた斜めに刺して、斜め、はい、こんな感じで、はい、来ました。そしたら次は下に行きます。ここですね。1,2,3 本下、はい、ちょっと今日見やすいようにやってます。でまた今度は横、そして上、はい、そしてまた横で下という感じですね。はい、そしたら今度は斜め、こっちかな、はい、斜めに刺して、これはさっきと一緒になります。横に行く、そしてまた下に戻ってまた横に行く、そしてまた斜め上から横に行って、そして最後下に行く、はい、というような形でヘキサゴンの方がなります。できます。ここら辺にねまたやっていくとどんどんといろんな形ができていくのかなと思います。本で言うとよいしょ、こんな感じになっていくと思います。これはこれでね、ちょっと大きめの柄で可愛いかと思います。お盆ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑いので熱中症にも気をつけてください。それでは今日はここまで。またね、また投稿します。